はい、こんにちは、テイカールです。今回はですね、ブルズアイマッチで100点出すまでやめれません企画、使う銃のデザートウォーリアーの方なんですけども、前回の、初期メンテナンスとですね、トリガーを変えただけで、まあ、とりあえず命中精度の方はかなり良くなりましたので、今回はですね、ちょっとサイトの方の高さを調整して、着弾点とサイトの方を合わせて、まず1回ですね、ちょっとまたブルズアイに挑戦してみたいと思います。もしよかったら最後までご視聴ください。はい、それではですね、もう単純に、サイトの高さを変えるだけでとりあえずはですね、狙いやすくなるので、リアサイトを高くするかフロントサイトを低くするかっていうことなんですけども、前回まではですね、ちょっとリアサイトを高くする方向にしようかなと思っていたんですけども、フロントサイトを少し削るだけでちょうど良さそうなので、フロントサイト加工していきます。はい、それではですね、あらかじめどの程度削れば着弾位置がですね、自分の狙いと、一致するのかっていうのを調べてありますので、そこまで真っ平らに削っていって、そこからちょっとさらに加工したいと思います。はい、フロントサイトの頭をですね、削り落として、まあ大体このぐらいのところまでとりあえず削ってみました。でですね、ここのところをちょっとですね、真ん中のところをくぼませて、向こうのサイトからですね、サイトから向こうの的が見やすくなるように少し加工していきたいと思います。はい、こんな感じに加工してみました。ちょっとサイトの高さを低くして、で向こうの方の、ね、小さい的が少し見やすくなるように、半円形に削り込んだ感じですね。早速これをですね、黒染めして打ってみたいと思います。はい、というわけでフロントサイトの加工が終わったので、早速ですね、ブルズアイ100点目指して打ってみたいと思います。はい、それではまずは前半の5発です。はい、これは綺麗に10点に入ってますね。私に限ったことではないと思うんですけども、やっぱりこのブルズアイ競技の場合は1発目2発目っていうのは調子がいいというかですね、当たりやすいのかなと思います。これ2発目も10点ですね。はい、で3発目がまあ8点ということなんですけども、まあ、ちょっとですね、上に行ったのがちょっと自分の気持ちの中でちょっとこれ気になってたかなっていうのはあります。はい、これもですね、同じような位置に当たってるんですけど、これも10点で大丈夫じゃないかなと思います。はい、ここでちょっと心の叫びが思いっきり口から出てますけども、自分の中でちょっと上に着弾したのがかなり気になってますね。下着弾のものを今回少し上に着弾するようにサイトをいじってるわけで、ここでちょっとやっぱりやりすぎちゃったのかなとかっていう気持ちが出てきます。それでまた上に外れたんで、ここでちょっとやっぱりあれっていう気持ちが強くなって、で気持ち次の球下目を狙うんですけども、結果的にですね、こんな感じで、今度は下に大きく外れちゃってっていう感じですね。今回は、というわけで今回はですね、着弾点の方を、サイトの方をちょっといじったわけなんですけども、結果、62点という結果になりました。まあちょっと銃の性能的にはですね、まあ
7発はここの発展圏にきれいに入っているわけで、銃の性能は全く問題ないと思ってまして、まあやっぱり、ちょっとこの精神面、ブルザイ競技の場合は、ここは10点で、で、9、7って行くんならわかるんですけども、ここ10点で8、一気に5まで下がって、その、さらに外は0っていうことで、一発でもこういうのがあるとですね、まあもう点数があまり出なくなるということで、やっぱりですね、最初の前半の最後でここに着弾させてしまったのが、まあもう精神的に、あ、もう今日は点数出ないなっていうのと、あとは先ほども解説してますけども、なんとなくちょっと上に行き過ぎてんのかなっていう、自分の要するに銃を交錯した部分が、やりすぎちゃったのかなっていう部分で、まあちょっと、これはかなり余計な一発だったのかなと思いますね。まあただ、今回撃ってて感じたのはですね、撃つペース、最初の前半と後半でも、時間的に大体同じぐらいの時間で狙いを定めて撃てるようになってるという意味では少し上達してるのかなと。ただ、このブルズアイ競技の場合はですね、片手で撃つ関係上ですね、1日に100発も200発も打ち込みをするとかですね、そういったハードな練習ができないんですよね。やればやるほど腕がプルプルしてくる感じなので、そういった意味ではですね、なかなかその成長も、たくさん練習できないという部分もありまして、まあ、今後もですね、銃の方は、これからですね、もうちょっとですね、スライドストロークを詰めたりとか、トリガーストロークを詰めたりなんかっていうこともしていきながら、あとはですね、日々の練習少しずつでもやって、スコアアップを目指したいと思います。はい、というわけで今回ですね、すごく恥ずかしい点数になってしまったんですけども、諦めることなく練習してですね、100点出すまで頑張ろうと思ってますので、どうか今後とも、ご視聴よろしくお願いします。